1番線ドアが閉まります、ご注意ください。はい、皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線の天王台駅に来ております。今 E231 系の砦行きが出発していきました。この後このホーム1番線には常磐線の下り勝田行きの電車19時47分発の電車が到着となります。ただこの電車大混雑になっているということで、19時47分発快速勝田行きです。この列車は15両です。グリーン車がついております。この列車の前より5両は土浦止まりとなります。でこの電車なんですけど、すでに5分遅れという表示が出ております。一体何が起きたのでしょうか、ぜひ最後までご覧ください。では本日もよろしくお願いします。JR 東日本アプリで混雑状況を見ることができるんですが、この19時47分発快速の勝田行き、今遅れ5分の表示が出ておりますけれども、この電車ですね、グリーン車が満席、そして普通車も大変混雑しておりますという表示になっております。本日常磐線はつい先ほどですが19時10分ごろ常磐線の上野駅におきまして列車の非常停止ボタンが使われ、ホーム上の安全確認を行った影響で現在下り線の電車に遅れが出ております。5分から10分程度の遅れが出ております。19時47分発の快速の勝田行きは約10分程度遅れが発生しております。現在柏駅付近を走行しているということです。そして2番線の上りの快速の品川行き、この電車特に遅れの情報はないんですが、今現時点で19時50分にもうすぐなろうとしておりますが、接近放送がまだ流れておりません。19時47分の勝田行きの後20時4分砦行きの表示が出ておりますが、あれこんなに間隔空いてたっけなっていう感じではあるんですけれども、あれこんなに空きましたっけっていうちょっと疑問な感じですね。ホーム上の安全確認、非常停止ボタン、このホームにも非常停止ボタンありますけれども、このボタンを押すと駅の基本的にその押したホームとその隣ですね、このホームで言うと1番線から3番線用っていうふうに記載されておりますけど、その列車が一旦非常停止します。でその後非常ボタンが鳴っているところに駅員が駆けつけまして、問題がなければ他のホームの列車は運転を再開するんですが、問題があれば、しばらく運転見合わせ抑止の状態になります。でそれによってこの1番線の勝田行きも5分遅れの表示が出ております。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は15両です。グリーン車がついております。ということで2番線には19時51分発の赤電じゃん、うわ素晴らしい。ということで2番線には19時51分発の上野東京ライン東海道線直通快速の品川行きが、この列車ほぼ定刻通り到着いたしました。上り線には遅れ等の影響はないようです。いや赤電いいですね。まさかの運用を見ずに赤電見れるとね、超ラッキーですね。嬉しいです。
今時刻表見たんですけど、確かにですね、あの19時47分の勝田行きの次はですね20時4分の取り入れ行きで会っておりました。その間にあの遅れてる成田行きの電車、成田線直通電車が運用されているようで、なんか特別間隔が空いちゃってるとかっていうわけではないみたいです。一応電光掲示板は5分遅れという表示が出ておりますが、隣のホームからは各駅停車の取手行きが出発していきました。まあ、多分これ、本日の各駅停車のホームから発車する取手行きの最終電車だと思います。多分そうですね。あ、違った。ごめんなさい。嘘つきました。20時3分発の取り入れ行きがありますね。で、その電車が出発すると取り入れ行きは本日は、おそらく最後という感じだと思います。っていう感じで結構いっぱい話したんですけど、まだ19時47分の勝田行きの電車が到着しません。大混雑の表示が出たんでちょっと心配なんですけどね、いつぐらいに来るんでしょうかね。ちょっともうちょい待ってみたいと思います。勝田行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は15両です。来ました、来ました。グリーン車がついております。この列車の前より5両は土浦止まりとなります。まもなく1番線に快速勝田行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は15両です。グリーン車がついております。この列車の前より5両は土浦止まりとなります。わあ、やば、めっちゃ混んでる。あの通常前の土浦止まりの電車って空いてるパターンが多いんですけど、この混み具合はやばいですね。すごいな。あ、でも空席はいくらかはあるみたいですね。混んでるなあ。はい、ということで今龍ケ崎駅に到着いたしました。本来はこの電車、日立の牛久駅で特急電車通過待ちをするんですけれども、本日はここで待ち合わせをするみたいですね。特急時は75号、
勝田行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。この列車は10両です。足元緑色の乗車口1号車から10号車でお待ちください。3番線お待たせいたしました。遅れておりました特急特急は75号勝田行き3番線の遅れをもって3番線到着です。特急列車発車した後2番線停車中の勝田行き続けて発車をいたします。下りホームに勝田行きを戻ってから2番線停車中の列車をお待ちください。トップナンバーじゃないですか。今日はすごいですね。いろんなカラーリングの電車に出会えますね。さっき赤で見ましたし。この駅ね、信号変わるの遅いので2番線から電車発車するときってなかなか発車メロディフルで流れてくれないですよね。そろそろ流れるかなと思うんですけど信号が変わらない。日立の牛久駅だともうパッと信号変わって即発車するんですけどまだ変わんないですね。まだ変わんないですね。まだ変わらん。変わった。注意ください。しかも買えないよ。なんでトイレ行った？
はい、ということで日立の牛久駅に到着しました。本来はこの駅で特急の通過待ちするんですけど、今回はせずに発車しましたので約6分から7分程度の遅れでの出発となりました。なので、まあ、荒川沖土浦に行く方にはそんなに影響はないんですけど、牛久日立の牛久の、まあ、我々に関しては14分ぐらい遅れたんでだいぶ影響大きかったですね、という形でした。ということでありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。